シーン僕ね3回見ちゃったわ。衝撃的すぎて、どういうことってなって。 NTR バリバリあります。しかもオープニングでは別の男ともキスをしているいちごちゃん、何またするんだろうか。東京ミュウミュウって知ってますか、お兄やんたち。今日3話を見てたんだけど、ニコニコであれに出てくるね、キャラクターがヤバすぎる案件が実はあって、それをめちゃくちゃ話したかったんだよね。実は僕初めて見たんだけど、東京ミュウミュウ存在だけ、そう、僕も名前だけ知ってて見てなかったんだよね実は。で新しいのを見て、で青山くんっていう、まあ東京ミュウミュウがね、まあ獣系プリキュアみたいなもんなんだけど、簡単に言うと。でそのね、主人公の女の子が好きな、まあ一目惚れした青山くんっていう男の子がいるんだけど、この子がえげつねやばくて、一言で言うと強依存者なんですね。メンタルがめちゃくちゃ弱くて、なんかそっけない態度になんかなったりとか、力が強くなって女の子が痛いって言ってもなんかやめられないみたいな、そのままちょっとゴール地点まで行くまで行っちゃうみたいな、そういう体質があるんですよね、メンタルが弱くなると。青木に主人公とはぐれるっていうシーンがあるんだけど、ね、はぐれてから戦闘をその終わらせて、でその後に再会したんだよ。青山くんごめんねって言って、主人公のいちごちゃんでしたかね、いちごちゃんが会うんだけどね、メタメタにキレて、どこに行ってたのみたいな、あったママミヤさんどこに行ってたのみたいな感じになったんだよね。そうそうそう、心配したんだけどみたいな感じだったんだよね。すごい袖が怖くて、桃山いちごちゃんになんか鈴をこう、なんて言うんですか、つけに行って首につけに行って、でいちごには鈴をつけとかなきゃなみたいなことを言ったりとか、もう勝手にいなくならないように、約束、いちごは僕の猫なんだからっていうの、めちゃくちゃ怖すぎないですか。ドドドドってなったもんね僕そこで。ひえーってなった。少女漫画の男性ってこういうのでいいんですかねってすごく怖くなっちゃったね。これから楽しみだね、東京ミュウミュウ。っていう、まあね、いいわよね、線香花火を見ながらそういう怖い話を言うのも。なんかこの線香花火がさ、百物語とかのろうそくに見えてきていい感じだよね。